みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回は珍しく曲の解説をさせていただこうかなと思います。取り上げる曲としては、レッチリの Can't Stop という曲。まあ、すごい有名な曲で、古い曲だから、ね、今更という感じも、まあ、否めないんですけれども、まあ、単純にすごいかっこいい曲ですし、そのカッティングの練習素材としてもすごくおすすめなので、ちょっとぜひとも一緒に練習して、習得をして、カッティング名人になっていこうぜ、イエーイという、まあ、そんな感じの勢いでございます。とりあえず、今回のこの動画では、リフの部分だけ取り上げさせていただこうかなと思うんですけれども、ちょっから弾いてみます。このフレーズを練習します。一緒にやってみましょう。とりあえずギターを用意していただいて、まずリズムとかは抜きにして、どこの音を押さえるのか、どこの音を鳴らすのか確認してみましょうか。まず人差し指で5弦の7フレットを押さえます。そうするとこんな音が鳴るはず。で、その次は中指で3弦の7フレットを押さえます。で、その次は小指で3弦の9フレット。を押さえます。これとこれとこれ。この3つの音です。で、この3つの音をなんかリズムつけていい感じにかっこよくしていくんですが、リズムをつける前にちょっとまた練習したいのが、ミュートをするということ。人差し指で5弦7フレットを押さえて、で、こう何も工夫してないと全部の弦を弾いたときに、まあ、こんな感じでいろんな音が出てしまうんですよ。なので、人差し指の先っぽは5弦の7フレットをしっかり押さえているけれども、お腹のところで1、2、3、4弦を軽く触れて、音が出ない状態、ミュートをしておいて、なおかつ人差し指の先っぽで6弦をミュートすると。で、この状況がうまく作れると、全部の弦を弾いても、こんな感じでこの5弦の音しか出ない状況を作ることができるんです。これを目指したいです。なんでかっていうと、その一歩一歩を狙ってピッキングをしても、まあ、何の曲かすぐわかるんですけれども、全部の弦をこのガシガシ弾いてた方が勢いが出てかっこよく聞こえるんですよ。だいぶ近くないですか？手弾くのと、なんかね、その音程とかは一緒ですけど、なんか全然雰囲気が変わりますよね。この状態を目指したいんです。てなわけで、最初人差し指の音を押さえるときは、お腹と先っぽをうまく使って、全部の弦を弾いても、この音しか出ない状況をうまく作ってあげましょう。で、その次、中指に関しても全く同じです。3弦の7フレットを中指が押さえるんですけれども、人差し指をうまく使って、全部の弦に軽く触れてあげて、で、全部の弦を弾いても、この音しか出ない。という状況を作ります。で、その次の小指も同じです。人差し指とか、あと余裕があれば中指とかも一緒にこうミュートをしてあげて、全部の弦を軽く触れてあげて、全部の弦を弾いても、この音しか鳴らない。こんな状況をうまく作ってあげると、すごいかっこよく鳴らすことができるかなと思います。ちょっと頑張って練習してみてくださいませ。人差し指、中指、小指。こんな感じです。で、これがなんとなくできるようになってきたら、リズムをつけていきましょうか。リズムをつけていきます。まず、ダウンで3つ、それぞれの音を弾いていきます。ルートの音、ルートの音、レ、ミ。ルートの音、レ、ミ。ダウンで3つ。ルート、レ、ミ。で、その3つ弾いたら、ルートの音を3回弾きます。こんな感じです。ダウン、アップ、ダウンで3回弾いてあげましょう。で、3つこのルートを弾き終わったら、すぐにアップでレを弾いて、ツをブラッシングを入れて、またミの音をアップで弾いていきます。レとミはアップで弾きます。トンテミ、ルル。
で、このレとミをうまい具合にそのアップストロークで弾けたら、アップからルートの音を3つ、また3つ弾いてあげます。こんな感じです。ルート、レ、ミ、ルート、ルート、ルート、レ、ツ、ミ、ルルルル、レ、ミ、ルルルル、レ、ミ、ルルルル。こんな感じです。で、これができたらもうほぼ、このフレーズはマスターしたも同然です。あとはルートの音がこうどんどんずれていくだけなんですよ。その、弾くポジションはほぼ一緒って感じです。どういうことかと言いますと、これを弾き終わったら、今度は4弦開放がルートになります。4弦開放から、という弾き方になるんですよ。全く同じリズム。で、ルート、レ、ミ、ルルル、レ、ミ、ルルルル、レ、ミ、ルルルル、レ、ミ、ルルルル。こんな感じです。で、気をつけるところも全く一緒で、4弦の開放を鳴らすわけなんですが、全部の弦を弾いても、この音しか鳴らない。これを大事にすると。人差し指と親指をうまく使って、全部の弦を弾いても、この音しか鳴らないと。こんな状況を作っていただきたいんです。で、ルートが終わったら、レの音を人差し指で弾いて、で、僕はこのミの音は小指で弾いてますけれども、ジョン・フルシアンテさん本人は薬指で弾いてるっぽいです。なんかいろんなライブ映像を見てみたんですけれども、なんか薬指で弾いてるっぽいです。まあ、皆さんお好きな運指でやってみてください。僕は小指でいきます。で、この4弦開放が終わったら、またルートが変わります。今度は親指で6弦の7フレットを押さえて、ここをルートとします。で、他は全く一緒。で、気をつけるポイントも一緒で、全部の弦を弾いても、この音しか出ないと。頑張ってミュートして、みたいな感じで、まあ、ミュートをすごい頑張るわけでございます。で、3弦の方は、僕は人差し指と小指で押さえてますが、ジョン・フルシアンテさん本人はここも薬指っぽいです。お好きな方の運指でやってみてくださいませ。親指、人差し指、小指、もしくは薬指。で、その次またルートが変わります。6弦の8フレットに行きます。6弦の8フレット。ここもジョン・フルシアンテさん本人は親指で行っておりますが、僕は中指でやった方がやりやすいので、中指になっちゃいます、ついつい。では、まず親指でやってみましょうか。親指で8フレットを弾いて、レ、ミ、ルルルレ、ミ、ルルルル、レ、ミ、ルルルレ、ミ。もし中指で行く場合は、こんな感じです。まあ、この辺の音詞はちょっとこういろんな人の説といいますか、なんかいろんなやり方がありますので、ちょっと皆さんのやりやすいやり方を見つけていただければという感じです。とりあえず、まあ、僕がいろんなこうライブ映像を見たりとかして、なんとなくこう見つけたもの、運指としては、ジョン・フルシアンテさん本人の運指としては、最初は人差し指と中指と小指。で、その次は開放と人差し指と薬指。で、その次は親指と人差し指と薬指。で、また親指と人差し指と薬指。っていう感じの運指だった気がします。多分、これで合ってると思います。なので、ジョン・フルシアンテさんが大好きな人は、もうこんな感じの運指でちょっと頑張って練習をしてみていただければと。うおー、ジョンと同じで、同じ環境で練習するぜという方は、こんな運指をやってみていただけると嬉しいなという感じです。では、では最後にちょっともう一回、ゆっくり弾いていってみましょうか。人差し指からスタートします。ワン、ツー、サン、シー。
全部の弦をこう、ね、ガシ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 とこうたわしをこするかのごとく弾いてた方が勢いが出てかっこよくなるので、ちょっと左手のミュートが大変になりますけれども、勢いが出せるように頑張って練習してみてください。それで、ちょっとごめんなさい。一つ言い忘れました。の後のこの予弦解放なんですけれども、予弦の解放をこのきれいに鳴らすのって、これ、むちゃくちゃ難しいと思うんですよ。なので、普通にこう練習してて、うわぁ、ダメだ、この予弦解放がどうしてもうまくいかねえという方は、5弦の5フレットで代用をしてもいいかと思います。これと、この5弦の5フレットは同じ音なので、ここで、こんな感じで代用しても、良いかなという感じでございました。以上、Can't Stop のリフの説明でございました。何度も言いますけども、このね、ミュートが、まあ、ミュートが、まあ、とにかく難しいわけでございます。ちょっとこれ余談になるんですけれども、いろんなこのライブ映像を見たりとかして、そのジョン・フルシアンテさんがどんな運指をしているのか、まあね、一応こう研究といいますか、そのチェックをしてみたわけなんですよ。で、さっきその喋らせていただいた内容で、多分合ってると思うんですけれども、なんかこう、ライブ映像がね、すごいこの3秒以上この固定することがなくて、3秒経つと違うアングルで、3秒経つとまた違うアングルでみたいな感じで、で、この1人にこのフォーカスを全然しないから、すごいこの見たい場面が全然このギター映らねえみたいな感じになってるんですよ。で、こうやっとジョン・フルシアンテさんが映ったと思ったら、ジョンさんすごいもうぐるぐる回ってたり、ぴょんぴょん飛び跳ねたりとかして、もう手元が見える状況じゃねえっていう感じで、すごい、うわ、これも見えねえ、これも見えねえみたいな感じで、ちょっとこの探すのに苦労したんですけれども、さっきの音して多分合ってるような感じです。で、まあ、左手のミュートがね、すごいこうしっかりうまくできるようになってくれば、右手のピッキングがこうちょっとこう雑になったとしても大丈夫だったりとかするので、ジョン・フルシアンテさんのライブみたいにこう飛び回ったりとか、くるくる回ったりとかしても大丈夫っていう状況が生まれるわけでございます。まあ、最初はなかなか、歯切れよくきれいに鳴らすことは難しいと思うんですけれども、なんとなくうまくできるようになってきたら、次はストラップをつけて、立って弾いて、ぴょんぴょん飛び跳ねたりとか、なんかこうぐるぐる回ったりとか弾けるように練習をしてみていただけると、いろいろ面白いんじゃないのかなと思います。まあ、くれぐれも暴れ回って、どんどん飛び跳ねて、なんか下の人からこの、ね、ピンポンピンポンうるさいっすよって苦情をもらったりとか、この根っこをどっかにバーンとぶつけて物を落としたりとかしないように気をつけながらも、暴れる練習をしてみましょうということです。それでは、今回の動画はこちらで終わりにさせていただこうかなと思います。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。